バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してますシンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、一人です。寂しいけど皆さんがいらっしゃるから大丈夫ということで、最後までお付き合いくださいね。よろしくお願いします。先週は鹿児島県にあるグランドセーレ鹿児島という結婚式場より生配信ライブを行いました。その模様をね、もうめちゃくちゃ素敵だったっていう私のね感想を後ほど皆さんにお聞きいただきたいんですけれども、その時にやっぱりこの曲いい曲だなって自分でも思い直しました。その一曲、アンフィニッシュドストーリーをお聴きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる。心満たされてく。やっと気づいたの、居場所差し伸べられる、その手を守り抜く意味。愛を紡ぎ奏でよう、その先の温かな未来、隣で微笑むあなたの全てを包む太陽のような強い私でいるから。一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下、大切な思いは時間を
いただきました。アンフィニッシュドストーリー、私のファーストシングルです。この曲は先日行いましたチューズハピネスという生配信ライブの時にね、発信した場所がグランナセーレ鹿児島という結婚式場だったんですけれども、とてもねその会場にぴったりなナンバーだったんです。改めて自分でもねこの曲に感謝はしていたんですけれども、この曲のおかげで今日もこうして皆さんと音時間過ごすことができているんだなってね、感無量でした。そして当日はピアノ北園真由美さんとご一緒できたんですけれども、真由美さんはファーストシングル鹿児島のライブの時にピアノを弾いてくださって、東京の時は太田光一さん、王ちゃんでした。でね、その2人と一緒にライブをすることができたのがちょうど2年前です。6月30日といってね、もう今日の放送は7月1日ですけれども、ちょうど2年前のね6月30日は私が初めてホールコンサートを鹿児島で行った日、1000人と過ごす音時間って題しましてね、皆さんと大事に大事に過ごした音時間でございました。その時にね、今までお世話になったバンドメンバーと一緒にライブできたんですけれども、2年経ってね、本当はもっともっとできてたはずなのになーってちょっと思うところもあったり、何よりも東京ドームにね皆さんと一緒に音時間過ごすために向かってますので、まあ、そっちにね焦点を合わせて頑張っていくしかないなと思っているところではありますが、引き続き皆さん東京ドームを目指して陽子の新曲たち、そして今までのねラブソングたちを大事にしながらお付き合いくださいね。よろしくお願いします。ではもうすっかり夏ですので、この曲いきたいと思います。私が平和を願って歌詞を書いたのがこの曲が初めてでした。ぜひね、鹿児島いらっしゃる時には照国神社というね神社があります。島津斉彬をね祀っている由緒あるね神社なんですけれども、そちらでね毎年7月15、16日は6月堂を行っております。今年はねわざわざメッセージいただいてとっても嬉しかったんですけれども、やっぱりイベントを行うことができないと、で感染症対策にきちんと取り組んでお祭りを行うということでしたので、皆さんはね足を運んでいただくと楽しんでいただけるかと思いますが、よくはちょっと歌うことができずにしょうがないよね、でも皆さんの平和を願わなきゃなと思っている時です。ではね、そういう照国神社もぴったりなナンバー、サイという楽曲をお聴きください。
何にも縛られない世界。今も過去も未来も同じ場所に帰る。ほら今手を灯ったように動こう。染まってく朱鑑はすみれに彩雲のように染まる。雲の下縁日の人波白墨に響く蝉の声夕立に香る。夏の ですね。私が奉納家みたいなね経験をさせていただくことができたのはお寺では西福寺さん、そして神社では照国神社さんね。そう、もう私はね4月8日生まれで、ちっちゃい時からお釈迦様の誕生日だよというふうに育ってたので、そしておばあちゃんがいつもねお仏壇にお経をあげる人だったので、やっぱりね私の中ではこう特別な誕生日だなって思ってたんですけれども、それよりもねこの4月8日に生まれたから、じゃあ私には何ができるんだろうって、まあ、ちっちゃい時から思ってましたが、歌うことでね何かを伝えられたり表現できたらすごく嬉しいなと未だにやっぱり強く思ってますのでね、こういう平和を願う歌どんどん作っていきたいなと改めて思いました。平和を願う時というのはやっぱり子どもたちの笑顔も一緒に願いたいですし、そうするとお母さんである陽子で歌詞を書いたりとかね、いろんな引き出しを引っ張り出そうとするんですけれども、最近めっきり歌詞が出てこないんですよ。なんでかなって思った時にね、いろいろとね私の中でも成長することが多い時期なんですよね。だからさ、歌に情熱を傾ける前にいろんなところに情熱を傾けててね、いいのかな。だけど今のこの時間がさ、きっとこれからの新しい楽曲との出会いに必要なんだなとプラスには考えてるんですけれどもね。なので
ぜひラジオをお聞きの皆さん、こんな陽子にこういう曲作ってみたいなね、わがまま言っちゃってください。リクエストメッセージ大募集してますからね、ぜひぜひお願い、みんなのわがまま形にしたいよ、お願いしますね。そうそう、この曲はね、娘が小学校5年生だったかな、夏って恋してルンルンなんだよみたいな歌詞をね表現したくって作ってもらいました。そして作りました。皆さんもタオルを片手にタオルフリフリしてお付き合いください。ラブ。空の下手が触れそう。
思議なんだけどさ、このラブをねライブで曲紹介するときにラブってね、今裏返ってないな、すんごい裏返るのラブみたいなねちょっと言えない、もうどんだけねテンション高いんだみたいなね、もうどんだけみんなと一緒にねタオルフリフリして騒ぎたいんだっていう感じでございますが、この間もドレスを着ながらウェディングチャペルでねガンガンねラブって叫んで歌っておりましたがね、届きましたか皆さん。まあこうやってさ一方的に愛情を皆さんに配ってるわけですよ。でキャッチしてもらえるとすごく嬉しいんですけど、でもね意外とこう見えてシャイなんですよ。そしてお家ではあんまり喋らない方なんですよ。かといって聞き上手でもないと思うんですけれどもね、まあ意外にこうマイペースだとね、もう最近はもう悲しいことに男性の脳に近くなってるというか、お父さんみたいなお母さんになりつつありますねもうここ皆さん笑っていいとこなんですけれども、今は2ブロックしてませんけど、昔は2ブロックをしてましたので、娘にこっちから見るとお母さんで、こっちから見るとお父さんだねとかよく言われておりましたが、まあ、最近はねめっきりいろんなことに対してこんなに冷静に考えちゃっていいのかな、私もうちょっと女の子であるべきじゃない私とか思っております。そんな私が今日のハピモノ、ハピモノでございます。久々のコーナーでございますね。今日のハピモノはもうズバリキャラクターでございます。もう最近ひどいのよ、キティちゃんにクレヨンしんちゃんにかと思ったらね、クマの学校って皆さん知ってます？めっちゃ可愛いね、クマさんのねキャラクターもあります。あのねとにかくヨーコは あとねディズニーのジニーとかも大好き。とにかくねもうヨーコはねもう可愛いって思ったものをねキュンってしてね、もうそれを周りに置くという。で一時期キャラクターセーブしてたんですけれども、最近ねうちの中に溢れ返ってますね。やばいよねこれもううちは女の子の部屋になっております。まあヨーコはお父さんって言ってますが、中身はお父さんですけどね。結構ね最近今年買った T シャツもキャラクターものが多くて、今年ゲットした T シャツといえばキティちゃんが2枚あと何買ったっけ、いろいろ買ってるんだよね。ミッキーか、ミッキーの T シャツもあるし、スヌーピーもあるよね。どうしましょうねでちゃんとまともな T シャツっていうのが1枚ぐらいしかない、無地の T シャツが2枚くらい、あとはもうキャラクターみたいなね。でよく仕事をしてる時には大概ジーンズとT シャツなのでね、もうね手がつけられませんよ。プライベートで会った時にさ、ヨーコ見かけた時、あれヨーコでもキティちゃん着てるよ、みたいなことやめてくださいね。あヨーコキティちゃん着てる、あヨーコだみたいな感じで走って近寄ってきてください。この間はねクレヨンしんちゃんのパジャマ、特徴的なのがあるんですけど、それ買おうかなと思ったけどちょっと我慢しました。まあねちょっとね子供よりも子供化しつつある陽子なんですけれども、なんと8月1日鹿児島アリーナで歌う機会いただきました。へい今日こんな風にさ告知していいのか分かんないんだけれども、あのねとにかくね34歳にして初めて鹿児島アリーナで歌う機会をいただけて超嬉しいんです。実はね鹿児島の観光 PR 大使を務めていらっしゃるサザンクロスというアイドルチームがあります。サザンクロスの10周年を記念した夏フェスが鹿児島アリーナで開催されるんですけれども、そこにミュージシャン枠としてゲストとして出演することが決まりました。ぜひ皆さんチケットはねちょっとね今まだどうやって発売されるっていうのは告知できないんですけれども、近々告知しますんで覚えてて、8月1日、お昼間よ、8月1日のお昼間は陽子のために開けててね、お願いします、待ってるよ。バニラスカイは皆さんのリクエストやメッセージを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。さらっとねすごい嬉しい告知しましたが、8月1日暑い夏にしましょう。陽子はねめちゃくちゃ楽しみで、もうみんなにね8月1日から私アイドルになるって言ってねノリノリになっておりますが、それはいらしてくださった方のみぞ知る真実でございます。ぜひ陽子のアリーナ初挑戦遊びに来てね、そして一緒にサザンクロスの10周年お祝いしましょう。 D
では皆さん、この1週間も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように陽子は祈ってます。そしてメッセージ待ってるよ、わがまま言ってね。ではみんな一緒にバイバイハッピー。